県は29日、南海トラフ地震などに備えて緊急地震速報の対応行動訓練と県防災メールを使った安否確認操作訓練を実施し、災害時の初動を確認しました。本庁や県地方局の職員らおよそ4400人が参加しました。訓練は震度7の地震が発生したとの想定で、本庁では午前10時に緊急地震速報が放送されると職員が素早く机の下に身を隠しました。およそ5分後、職員の携帯電話に県防災メールが一斉に届き、怪我がないかや登庁できるかなどを入力しました。県は県防災メールを用いた訓練を今年度あと2回行う予定です。安否応答の操作に慣れていただくということ、それから認識していただくというところを繰り返し繰り返し実施することで浸透させていきたいと思っております。